はい、どうもこんにちは、ジュです。ということでギータに引き続き山本由伸投手使っていこうと思います。この2人の選手をね連続で使えるのは幸せだわ、マジで。一番欲しい人がね多い2人かなと思うんですけど、今回 A ランクないんで称号はなしで、ランク戦で使ってみようと思っています。今回もですねギータと同じく、通常の最新シリーズから継承してきたんですけども、変わった部分といえばまあスピリッツが4300から4400に変わったことと、あとは能力ですね。他はですね球速とか、変化量とかも変わらず、特殊能力も変わらずでした。前回の山本由伸投手の通常シリーズの動画と内容がちょっと被っちゃうんですけども、全発動でこんな感じの能力の落とし幅と、まあ、いつも通りミートの下げ幅がかなりえぐいんですけど、これが例えば4300の野手が来て、でこっちが4400の由伸と、プラス野手の方で特殊能力が何も出ないと、これがミートマイナス25の、パワーがマイナス11ですかね、めっちゃ下がるんで、その球種とか球速以前にそういう部分でのリアタイでの強さっていうのは多分ナンバーワンだと思います。まあ、それを含めた総合力っていう部分ですかね、強いのは。はい、あとは超奪三振賞が出た時の、変化量だけちょっと改めて説明しようかなと思います。まあ、やっぱり今回初めて当てた方もいると思うんで、2ストライクに追い込んでから 60% で発動するって感じですね。まあ、イメージ図で見たら一番ね分かると思うんですけど、もうどれを取っても変化量がかなりえぐくなります。高速スライダーもピンク色、まあ、スローカーブはあんま使わないと思うんですけど、まあ、フォークもピンク色かで、ツーシームが変化量 B になるんで、正直どの球種もかなり強くなるんで、その超奪三振賞が出た時に何を投げるかっていうのが結構未だにねなんか迷うことが多いですね。逆にストレート投げることもあるし、そのツーシームストレートの速球系でいくのか変化球でいくのかっていうのはもうそうですね、なんかその相手の反応を見て決めてるっていう感じです。決め球にしてもいい球種がね多すぎるんですよ。そのツーストライクに追い込んでるから難しいっていうのもあるのかもしれないですね。はい、じゃあそんなところでもうランク戦の撮影はですね終わってるんで、ランク戦いきましょう。小宮山悟さん、三井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔で伝えています。待って、これは最新だ。あの違う撮影しようと思ったんですけど、これは由伸の動画で使います、この試合。うわ、そうきた。早いね。称号ついてない僕と同じ。はい、もう中断ドオーダーなんですよね。何の撮影をしてるかって、いやーバレちゃうな。まあいいか。そうだね、まあ対戦した感じだったらそんな4300と変わりはないかな。言うてそこまでね、だけど下手したら100分下がるって考えたら結構なもんだよな。俺強制できたらかっけえな、最新の由伸から。よし、はい、まずは先制。いや強いな、さすがに強えわ。追い込まれたけど奪三振賞は出ませんでした。やべ、ちょっと。うわ、まあそんな落とされてないか。よし。いや、いけっかな。こっから張ってはでも厳しいか。このオーダーじゃちょっとね、見えないな。まあ、安打10本ぐらい、ヒット10本とか打てたらいいとこかなっていう感じで。遠崎さん。よし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 。いいね、あと4点。いやこれだけ能力下げられてる中でね4点入ってるのはなかなかいいよ。なかなか精神的に来るっしょこれ。5点ヒットとかだったらマジでイラついてくるもんな。超えるっしょ。さあ梅野選手やれる。よし、いやー飛ばねー。さあ、うわー、イチローさんでもこんなが強いね。ボールだ、強制。いやまあそれもおかしい話なんだよな。え、ツーアウト。え、なるほど、そうですね。あー4点止まり。うん、まあでもこのオーダーで最新の由伸相手にここまで、まあ、ヒット7本、まあ、悪くないかな。まあ、風船強いって感じ。オーケー、吉野ぶり勝ちました。さあまた猛者来たよ。どこまで抑えられるか、ゴリ押しだからね、マジで能力落としまくって勝とう。ドロップカーブの変化量覚えてね。いや惜しい、今ので間は悪くないか。ナイスバナード。まあ今のストレートは本当基本っすよね、ツーシームとの投げ分けっていう感じのストレートっすね。浮いた。もしかしたら猛者だったらこれ打たれるかもしれないけど、このボールはめっちゃ使う。おう、ナイス今の。まあ、結構ね空振りとかキャッチャーフライとかめっちゃ多いんで、まあ、使っていいんじゃないかなと。あとこのフォークだよね、いいとこに決まればみんな振るけど、甘くなったら打たれる。おお、
順は3番イチローさん、オーダー変えなくてよかったすごくなかったボール今の、めっちゃレーザービーム、はテンション上がるわ今の、えぐすげえ、なかなか見れんよ今の、ナイスナイスナイス、やべ、こうなったらちょっと投げてみる、奇跡すげえ、いやナイスだわ、じゃあちょっと攻撃の映像も少し使えますか、ジャリールですね、しかも極みすごいわ、ナイス、うわやってんなこれはやったわ、マジか、落ちるか、あー今のミートチっぽいな、この差は怖えよ、入っちゃった、よっしファイター坂倉、ナイス、あのボール強いっしょ、普通にガンガン使った方がいいと思うボールだわ、あーうまく入った、終わった、ありがとうございました今石川投手だったよな、しかもスピリッツも4600乗ってねえし今ね同時進行で3つの企画撮影してたんですよ、初めてだわここまでこんなのやったの一気に撮影してました、マジでさ最近できなかったから、高速スライダー投げつつOK、でまあ超奪三振ショーもあるっちゃあるんすけどね、今あんま気にしてないわ、なんかなくても強いかなって感じ、あんまりさ出したいと思って狙ってる人あんまいないっしょ、そんな感じがしてるんですけど、まあ僕もそうだし、まあ追い込めたらいいなぐらいな感覚で、バッターボックスは3番、もう一回フォークいくわ、これね決めたいんだよな、うん、今のだいぶ振ってくれると思うんだけどね、最近なんか見逃されること多いかもしんね、落ちた、落ちない、ナイス、まあ追い込まなくても強いって感じだけどさ、石川投手覚えてねえや、完全初対戦だ、パワーカーブに動くストレート、ナチュラルストレート、ツーシームスプリット、やっぱ強くない、ラッキー、これは頭フル回転しても、え横変化なんだったっけ、ちょっと見てね、パワーカーブ、おいいね、マジでむずいカットボールね、オッケー、うわめっちゃ曲がる、ツーシーム、うわまああんま動かんけどあるだけで強いよこれ、ツースク気にしながらのナチュラルシュート、はいはいはい、ナチュラルシュートはそんなに気にしなくてもいいわ、そんな動かんから、まあストレート見たく打てば、そんなまあタイミングさえ合えばボールは飛んでくと思うわ、あとはパワーカーブだね、ツースク意識しながらのパワーカーブはもう無意識で打ちに行くわぐらいが多分打ちやすいと思うんだよなこれ、あちょむずい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 、パワーカーブはね慣れたとはいえなんかミスること多いんで結構集中しないと難しい、おいまずまあいっか、これが時間的にも最後だよな多分試合的に、まあ由伸なんてもう最強だから、はいナイスということで、まあ、A ランクが当たればそのうち由伸称号します、そんなところでこの勝利によって3つの企画一気に終わりました、あと編集するだけだね3つの動画、ということで G でした、お疲れさまでした、ありがとうございました。